農美台営業所。最寄りバス停は、農美台車庫前。京浜急行バス農県大営業所は、神奈川県横浜市金沢区農県大2-1-3に、ある京浜急行バスの営業所。最寄りのバス停留所は、農美台車庫前、または、農美台センターである。主に京急富岡駅、農美台駅、金沢文庫駅の各駅より、 西側の住宅地へ向かう路線を担当している。野村住宅線は朝夕のみならず日中の本数が多い。これは野村住宅が高台にあることに加え、沿線に横浜市立金沢自然公園があるためである。また野村住宅センターバス停は関東学院大学金沢文庫キャンパスにも近いため、バスの車内放送でも野村住宅センターが 関東学院大学金沢文庫キャンパスもよりバス停であることを案内しているほか、始発の金沢文庫駅では、社外放送にて、関東学院大学金沢文庫キャンパス、野村住宅センター業と案内している。なお、文7の金沢文庫駅、赤坂、関東学院大学金沢文庫キャンパス総合館の定期券を所持している場合、この文1のバスにも乗車することができるため、 関東学院大学の学生もこの路線を利用している。ただし、分1の途中の停留所で乗り降りすることはできない。また、所要時間はこちらよりも、基本的に分7の方が短い。金沢文庫駅を出ると旧道を経由する。沢北二線は、金沢文庫駅西口と金沢文庫パークタウン及び、関東学院大学金沢文庫キャンパスとを結ぶ。 路線である。文7は2000年2月1日までパークタウンにし泊まりであったが、関東学院大学の学生の便利を図るため、もともと使用していた大学前のバス折り返し場を現在の終点として延長した。また文7系統の深夜バスはないが、金沢文庫駅発平日の未分散系統が反対側の終点方面からパークタウン入り口まで運行される。 前日の通り、関東学院大学金沢文庫キャンパスは、野村住宅センターに大変近いため、金沢文庫駅赤坂野村住宅センター総合館の定期券を所持している場合、この分7のバスにも乗車することができる。ただし、分7の途中の停留所で乗り降りすることはできない。分21系統は、金沢文庫駅と金沢動物園を結ぶ路線。 佐々市もカマリア道路を通り、赤坂から文一と同じルートを走り、夏山坂上手前から、金沢動物園敷地に入る。急行運転を行い、途中、茶谷、夏山の両停留所のみに停車する。2006年11月3日より、土日祝日のみ、独特のラッピングを施した小型バスでの運転。路線遠隔変復期団地循環で使用される。 小型車両の県外線及び農未台五丁目線は、金沢文庫駅西口と一里沢、農未台方面を結ぶ通勤通学、生活路線である。なお、農未台の住宅街の中心にある農未台センターバス停は、付近に農未台営業所があるため、バス通り沿いと営業所前の2カ所にバス停があり、農2系統は車庫前のバス停から、農1系統は、 バス通り沿いのバス停から発着する。また、中央公園入り口、農美大センター間では、分級系統が加わり、農美大センター一人沢高校間は、さらに府に系統が加わるため、昼間でも本数は確保される。2015年10月1日に、農後系統編吹き団地循環が運行を開始した。市営国津坂住宅と片吹き団地とを結ぶ。 循環路線で日中のみ運行となる。急坂、京愛区間を通るため小型車両が使用されている。路線遠隔白山道循環線は、金沢文庫駅西口から、白山道、六浦、泥亀を経由して再び、金沢文庫駅へと戻る循環路線である。運行本数が1日に4本から6本と少なく、平日早朝、夜間と土日祝日は運行されない。 共愛路線のため長らく、ツーマン運行であったが、減便されると、同時期に、小型バスにより運行に変更されている。古くは、横浜市交通局の管轄であったが、1959年に、京浜急行に移管され、同年新設された、杉田営業所の所管となった。市バス時代は町屋を起終点としていたが、移管時に、金沢文庫発着に変更された。 1979年には、六浦周りが44回、小泉周りが46回、それぞれ運行されている。その後、何度か経路変更があり、金沢八景駅折り返し便も運行されたが、2000年の高船大循環線、八景大住宅線の開通に伴い大幅に減便され現在に至る。経路途中に、東急車両前停留所があるが、 2012年の事業譲渡により、総合車両製作所となった後も2020年12月現在まで変更されていない。路線遠隔高船台巡環線、八景台住宅線は、金沢文庫駅西口と白山道、高船台の住宅地を結ぶ路線である。平日朝は、金沢文庫駅に向かう通勤、通学客が多く利用するために本数が多く、設定されている。 分10系統は、高船台地区の住民の需要が多いために2000年3月27日に、運行が開始された。分20系統は、運行開始当初、分12系統として、金沢文庫駅、小泉間は、振動経由で運転されたが、高船台地区の路線区間変更により、系統番号が変更された。なお、運行本数は、分20系統よりも、 分十系統の方が多い。共愛区間が存在するため、日のポンチョで運行されている。路線遠隔京急富岡駅発着の路線は、富岡、農美大の住宅街と駅を結ぶ通勤通学生活路線である。京急富岡駅富岡第三公園館では4つの系統が同じ経路で運行される。 富一ち三系統は、京急富岡住宅西口で笹もかまり屋道路に入るが、富一、ち、二系統は、下が谷ですぐ笹もかまり屋道路を離れる。富一系統は、下が谷にほど近い一人沢高校までの運転で、ふ二系統は、一人沢高校から農見台の住宅街へと向かう。富み三系統は、金沢文庫駅京急富岡駅間を笹も、 カマリア道路経由で結ぶ通勤生活路線。金沢文庫駅や京急富岡駅、カマリア高校やひとりざわ高校に向かう通勤通学客の足となっている。また、金沢文庫駅帯場の全館は107系統が加わり、運転本数が増える。107系統は2006年11月1日に横浜市営バスより金沢文庫駅西口、 磯五台団地マイナス用光台駅前が移乗され、運行を開始し、同時に、農美大センター発磯五台団地経由用、光台駅行きを設定した。過去には、磯五台団地始発便も存在したが、2006年12月1日のダイヤ改正で、農美大センター始発に統合され、わずか1ヶ月で廃止となった。なお、上の前マイナス用光台駅前間及び、 一人沢磯そ台大団地一人沢間は横浜市営バスからの異常により初めて京急バスの路線になる区間である。また、この系統に限り乗車方法が前乗り中振り方式となっており、運賃の支払い方式が横浜市営時代の釣り船式から両替式となった。洋光台駅前市民の森入り口間は均一運賃となる。乗車する際には 乗務員に行き先を告げる必要がある。路線遠隔不合系統は朝夕のみに運行されている。2009年9月7日より日中に限り、付録系統の運行が開始された。これに伴い、富岡第三公園富岡急きニュータウン間は片方向きのみ、日中もバスが運行されるようになる。2016年12月16日新設。 坂本、夏山地区を循環する、小型バス路線。金沢文庫駅から夏山下間は赤坂のみ停車する。小高い丘の上にある、六浦台、エステシティ地区待望のバス路線で2009年9月7日に、運行を開始した。カーブや急な坂道が多い。一部便は、六浦台住宅始発、六浦駅行き、または通、六浦駅発。 エステシティ3号棟止まりで運行される。2020年3月1日付で、追浜営業所へ一貫した。二代目イスズエルガイスズエルガニッサンディーゼル、スペースランナー RA、三菱エアロスターヒノ、ポンチョヒノ、ポンチョ、ヒノリエッセに貸し切り、特定車配置されている車両は、一般路線車が大型車、または小型車、その他に、 関東学院大学金沢文庫キャンパス輸送用の貸切登録者と幼稚園、病院送迎用の小型車が配置されている。高速路線の担当はないため、高速路線用車両は存在しない。大型車は、いすず車、UD トラックス車、三菱不走車が在籍。近年導入されるのは、いすず車が多い。 三菱不走車は2011年にエアロスターの N5120 号車を導入。白山道、高船台方面及び、六浦駅循環の境外路線に運用される小型車は、日のポンチョロング仕様が在籍する。貸切特定登録車は14台で、京急用チェ用、循環機呼吸器センター用の日の、リエッセ2などを所有する。かつては、 UD 製の大型アンステップ車が2台所属し、当時貸し切り輸送扱いだった関東学院大学金沢文庫キャンパス輸送などに使用されていたが、すでに廃車となっている。同じく横浜京急バス席の特定登録車は2011年に当初から貸し切り輸送用に導入されたイスズエルガが1台ずつ存在する。この車両は通常は、 関東学院大学金沢文庫キャンパス輸送のみに使用されている。塗装は一般路線車と変わらないが特定登録のため運賃箱がなく営業所記号表記が違うため一般路線に使用されることはない。この他金沢動物園用の三菱塗装、ローザ2台と横浜並木リハビリテーション病院用のトヨタハイエースが5台が在籍する。 営業所等のご案内景品休行バス、公式サイトハット AB、ウェイバックマシン。web.archive.org、2020年6月13日、閲覧。ABC、市営バスバス路線変更等のお知らせ。web.archive.org、2020年6月13日、閲覧。九州合併に関する、お知らせ景品休行バス公式サイト。 2018年3月19日古会社における、九州合併に関する、お知らせ京浜急行電鉄公式サイト、2017年10月20日、ノ見台駅発着路線の系統新設について、お知らせ京浜急行バス、web.archive.org、2020年6月13日、閲覧。AB、ウェイバックマシン。 web.archive.org 2020年6月13日閲覧バス路線系統図農未来営業所2020年12月16日現在京浜急行バス2021年3月8日閲覧 AB 路線バスのご案内ご乗車サポート京浜急行バス web.archive.org 2020年6月13日 閲覧、ありがとうございます。